はい、どうも、こんにちは。あかりぱいです。さあ、アストロニアね、今回もやっていきたいと思いますけどもね。はい、こちらですね。前回ね、ミッション達成してね、手に入れたですね、VTOL。これをね、使って今回いろいろ遊んでみたいと思います。さあ、前回の動画でね、一応簡単にね、これ乗って遊んでみたんですけども、まあ、これあれですね、ヒドラジンをね、燃料として、まあ、空を飛べると。で、酸素のね、供給器が入ってるので、まあ、酸素をね、こう、心配することなく飛べますよと。で、スピードはね、まあ、こんな感じで、そんな速くなくて、で、上昇ね、下降があって、で、一応ですね、限界高度までしか上に上がれないと。いうことでしたね。で、まあ、例えばなんですけど、こうね、空中で降りちゃったときはですね、まあ、この VTOL だけはね、墜落していってしまうということですね。一応、あとこれはね、こういう感じで、まあ、持つことはできますね。はい。手持ちはできないですけどね。まあ、そんなのが概要です。で、これをね、まあ、使って遊んでみるということで、ちょっとね、カスタマイズしていこうかなと思いますね。よいしょ。じゃあ、この辺でいこうかな。で、まずはね、ヒドラジンですよね。ヒドラジン、これ今1個しかない状態だと、まあ、これなくなったらね、墜落しちゃうので、まずはですね、こちらですね。はい。これ。ヒドラジンがね、この、液体土砂、中型キャニスターに入ってるこの状態で、まあ、持っていくと。そうすればここがねなくなってもどんどんね自動で補充されるっていう風で、まあ、航行距離が伸びますよね。それからですね、こいつを使ってみたいんですね。はい、こちらじゃーんと、ローバーでいつもよくやってるね、この投降機のシステム、でこれ後ろにね、小型のね RTG を積んで電力確保するという感じですね。あとね、この下にもね二つ穴があるから、ここもね、一応ね、この、ワークライト、刺しときましょうか。そうすればね、ちょっと後で行きたいんですけど、これね、洞窟の中の探検にも使えるんじゃないかなと思ってね。で、こう明るくしておこうと。まあ、あと空いた場所は、まあ別に、何か、一応予備に開けてるっていうぐらい。まあ、これぐらいですかね、積み込めるのね。これ、スロットがね、この、二連のやつと一連のやつしかないので、まあ、これが限界かなと。あとなんかね、こんなん積んだらいいなとかいうのがあったらね、またね、コメントで教えてください。こんな感じですね。で、ヒドラジンをですね、これをね、出力、有効にしておくと、まあ、このね、ここの空きコマに入っちゃうんですけど、これで理屈上はですね、いきますよと。で、今ね、この手前のね、燃料はどんどん消費されてるんですが、まあ、これがなくなってもね、自動で入ってくるということになりますね。はい。こんな感じですね。いかついですね。今ね、ちょうど昼間なので、あんまりね、明るさ、行ってみようかな。中行きましょうか、早速ね、これじゃあね。洞窟。これ、操縦がちょっとややこしいな。下にね、加工って、をしながら降りていく感じですかね。ほら、明るい明るい。めっちゃ明るい。そうか、もうこれあれか、洞窟探検までできちゃうと。まあ、ただね、掘ったりはできないんでね。ローバーみたいにこうドリルでね、掘っていくってことはできないんで。だから、まあ、既存のね、穴が開いた、もう、その、通路をね、作ってやる洞窟なら、まあ、こんな風に行けますよね。いや、やっぱ明るいな。いいっすね。おほー。どうしてもね、これね、これ一番、この今ね、加工ってやっても、あ、そうか。着陸しちゃうんだ。これだけは浮いちゃいますね、絶対ね。高度がね。いいっすね。よし、一旦戻るか。はい、戻ってきましたね。じゃあ、まあ、上空の散歩でも行きましょうかね。まあ、スピードがね、あんまり出ないっていうので、若干ね、ちょっと遅いなっていう感じもするんですが、まあね、なんといっても、あ、なんかスピード速くなってる？
だ、なんかさっきより速くなった気がする。あれかな、飛び続けて一定時間経つとこれなんかね、さっきからよりもエンジンがなんかパワーアップしてますよね。なんだなんだ、そういう仕様なんかな。上昇モードは、あ、これあれだ、オスプレイみたいになってるんだ。上昇モードでロケットが真上に、今こうですよね、噴射が真上から真下ですよね。でそれを進行方向に入れてしばらく走ってると、あースピード出てきましたね。なるほど。あ、ねえねえ、今ちょうどねヒドラジンが、ほらわかるかな、もうじきなくなりそうですよね。ちょっと止まってみましょうか、ここで。あともうね、1ミリ。ここがね、ヒドラジンがもうじきなくなりますよ。で、なくなった、あ、なくなる。ほら、ね、自動で入りましたよね。で、このゲージなんですけどもね、ここのね、これ多分燃料、ヒドラジンの燃料ゲージなんだけど、多分なんですが、今ね、自分のこの装備だと、ヒドラジンがまあ満タンあるじゃないですか、いっぱい。だから、これがね、満タンになってて、多分この、ここのね、ヒドラジンのワンスロット分だけじゃない感じですかね。これね。うん。トータルの残量みたいな。そうか。ある程度飛んでると、速度がアップするんですね。なるほど。ああ、いいっすね、いいっすね、いいっすね。こう加速するって感じか。うん。まあでもね、この VTOL が手に入るまでミッションやろうと思うと、どうなんでしょうね。割とそんなにすぐには手に入らないものなので、まあ、VTOL がもう手に入ってる頃にはもういろんなことをねもうやり尽くしてるっていうのもありますよね。うん。だからでもねこれはね探索めちゃくちゃ便利なんで、できたらねこの VTOL のミッションを早くやってしまうっていうのも手かもしれないですね。お、このオーロラみたいなとこ行ってみよう。うわ、すごい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 。おお、オーロラに突入。うわー、すごいね。来た来た、オーロラの中だ。そんなめちゃくちゃ高度高いわけじゃないんだな、これ。ねえ、そこに山が見えますよね。すごいなー、もう宇宙ですね、これはね。ちなみにこれ、もうここがね、高度の限界。これ以上上いけない。いやいや、これね、楽しいですよ。ぜひね、まだ手に入れてない人はね、手に入れてほしいですね。これは楽しい。ちなみにコンパスの表示もできますね。はい。なので、もしね、道に迷ってしまったら、コンパスを見ながらね、行けばいいですね。おー、いやー、デソロまで飛んでいけそうな風に見えますけどね。でもね、これ、これ以上上行けないんだよな。近い近い。さあ、拠点戻ってきましたね。はーい。そうか、これ加速すれば結構早いな。はい、やってきました。おー、楽しい。そうだ。ちょっと待って。もう一個ね、試してみたいことがあるんだよな。ね、これ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 。これですよ。これね、この悪夢のヒドラジンスラスター。これ乗せたらどうなるんだろうな。これでも、ただ向き的にはあれかな。このまんまズゴーンっていかない気がしますけど、どう思います？これね、うん、ローバーの場合はね、ズドーンって言ったんですけど、やってみましょうか。これね、ちなみにちょっと、じゃあこれも出力オンにしておいて、いきますよ。着火。あー、何にもならないな。動かないですね。乗ってみますか。あ、変わらない変わらない。何もね、影響ない。まあ、要するに機能してないですね。うん、ほら。動かない。そうか、これは使えないんだ、VTOL には。確かにね、これ VTOL 乗せてこれできたら最強ですよね。宇宙空間飛び出しても酸素があるから
最強パターンですよね、これ。うん。ちなみに、はい、今ね、これがなくなって、ヒドラジンなくなってもやっぱりこう入らないですね。そうか、やっぱそうだな。はい、ということでね、ヒドラジンスラスターは使いませんよということが分かりました。よし。そうなんだな。これ自動で入らないんだな。よっしゃー。じゃあね、もうこうなったらね、試したいことというかね、行ってみましょうかね。あそこへ。あそこへというのはどこかというとですね、コアに、ね、行ってみようかなと思ってね。コアの重力に耐えられるのかどうか。さあ、シルバーはね、コアにどっから入ったかな。まずそっからだな。それを探さないとな。いや、なんかこっちの方だった気がするな。あれ、ちょ、待って。あー、ヒドラジンのね、このキャニスターを有効にしなかったな、出力をね。はい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 。燃料切れになると今みたいに墜落しますよ、ということですね。確かね、この辺から行ってなかったかな？違ったかな？これはさっきの洞窟で、あれ？あ、これかな？これっぽいですね。距離ね、かなり長いんだけど、行ってみようかな、じゃあ。よっしゃ、行きましょう。あー、これ下へね、降りていくのが結構難しいな。基本的に、上に行こうとするんですよね、これね。方向キー入れると。だから、下にね、こう、下降ってやりながら、まっすぐ進むっていうのが、なかなか難しい。この、天井でね、頭をぶつけながら進む感じかな。おお、来ましたね、このエリア。このエリアってね、確かあれですよね。スイッチ版のね、発売のあの PV？ なんか出てましたよね。幻想的な世界みたいなね。うん。まだ下行こう。なかなかやっぱあれですね。こう同じコードをね、進むのはやりやすいんだけど、あ、もう見えてきましたね。だけど、どうしてもね、まあまあ、ちょっとね、やりにくいですが、ただね、この明かりはね、万全ですね。さあ、重力に勝てるのか、どうなるんだろうか。行っちゃうよ、そのまま。あ、勝ってる。ここのね、謎の重力世界に勝ってる。今のところ、ここまでは。吸い込まれない。反転しても、おお、これはいい。どこまで行けるんだ？中まで行っちゃう？すごい。コアのね、反転重力に勝ってる。わ、ここまで来れちゃうんだ。すご。でもね、これ逆さまになってますよね、一応ね。ただ、これ、表示はね、逆さまになってるんですけど、操作感はね、全くね、引っ張られない。あれ、なんか若干表示がおかしなことになってる？これ、なんだ？なんだこれ？うん。いや、やっぱね、なんだ。なんか食らってる。これは？これバグか？なんか、これ進めない。今ね、方向キー入れてるんですけど、うわー。一回降りるか。なんだ？なんかそこにね、変なね、ケーブルの、なんかケーブルのかけらみたいなのが、ここにほら。これ。いや、ちょっと、待って。逆さになってますね、完全にね。さあ、脱出できるのか？おっと、これはやっちまったか？出れない。入ったんだけど出れなくなった。
出ないですね。うわー、これね、すごい、出ようとすると、なんか、来たダメだ。負けた。やはり負けた。ちくしょう、やはりダメだったのか。いや、まだ諦めるの早い。手で持って出よう。来た、脱出成功。あ、あれか、地面の概念がここないから、っていうことかもしんない。これならどう？いいんじゃない？これで乗る。さあ、この、重力ゾーンを脱出するんだ。あ、治った。うわー、よかった。そうか、あのね、コアの本当の中心部分に行くと、ちょっと危ないですけど、でもね、ローバーで来たり、歩きで来たりなんかよりは、もうね、断然ね、操作性がいい。うん。コントロールできますね。おー、これであれか。このコアも、結構ね、ゆったり探索できますよ。こりゃいいっすよ。でね、これアストロニウムとかね、めっちゃ取れますよね、ここで。ほら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 、めっちゃある、めっちゃある、めっちゃある。ね。アストロニウムを取りに来るなんか、いいんじゃないですか、ここでやってね。できますよね。いや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 、すごいなぁ。さあ、じゃあ、まあ、ここのね、挙動は分かったんでね、もう満足したので、戻りたいと思うんですが、どっから来たのかね、全く分かりませんね、これね。はい。どっから来たんだろう、これ。見えないなぁ。ローバーのね、光がないから、やばいな、これ。なんか、目印ちゃんと置いとかないと、出口分かんなくなっちゃいますね。よし、ちょっとさまよいながら探すか。Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive a king. うむ、なんかここ怪しいな。明らかになんか手が加わったような人工物がありますね。ここってね、確か前ローバーでハマったとこじゃないかな。なんかそんな気がする、ここ。ほら。ローバーで助けてくれーって墜落しちゃって。ほらほら、来た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 。あれ、でもな、道がないな。道がないっすね。道がない、道がない。よし、しょうがない。じゃあ違うとこから行くか。ありましたー。よかった。あー、危な。いや、もう帰れないかと思った。怖っ。いや、でもね、これ、こんな中をね、こんなに自由に飛べるとはっていう。うん。ただ、くれぐれもね、出口だけちゃんとわかるようにしておくっていうのがね、ポイントでしょうかね。あー、よかった。よし、戻ろうっと。よっしゃー、戻ってきたー。いやー、無事帰ってこれてよかったですね。うんうんうん。いやー、やっぱ、外の世界はいいな。うん。よっしゃー。はい、というわけでございましてね、今回はこの V トールで遊んでみましたよと、ちょっと今ね、逆光になってね、あれですけど、見にくいかもしれないですけどね。うん。なかなかね、これはね、使えますね。うん。個人的にはね、今後も使っていこうかなと思いました。うん。これはいいや。楽しい。うん。で、ヒドラジンがね、とにかくね、切れちゃうと墜落するので、まあ、こういう形が一番いいんじゃないかなと思いますね。まあ、そんなに、ね、明るくなくてもいいよっていう人は、これをですね、なくしてね。うん。このキャニスターをね、2本積んだりしたら、まあ、かなり長い時間遊べるんじゃないかなと思いますね。はい。
あとですね、今回ね行ってみたんだけども、まあ、上空だけじゃなくてね、地下の方の探索にも使えたっていうことで、若干ね操作はなんか気をつけなきゃいけないっていうかね、若干操作は難しいんですけど、うん、でもねこれはね面白いでね、コアのあの変な挙動もね確かめることができたので良かったと思います。はい、ぜひですね、これをね頑張って手に入れてみてはいかがでしょうか。というわけでございましてね、今回はここまでとなります。じゃあまたね、次回次の動画でお会いしましょう。